ダニエル・モンタルバーノは、アメリカ合衆国出身、イスラエルの女性フィギュアスケート選手。パートナーは、ダニエル・ラード、エフゲニー・クラスノ・ポルスキー。2015年5月18日、チェコの男子シングルのミハルブ・ジェジナからプロポーズを受け、現在婚約中。2009年にペアを結成した。2011年のヨーロッパ選手権は、公式練習中の怪我で危険をした。 2011年からは世界選手権の銅メダリスト、稲京子の指導を受ける。2012から2013シーズン、グランプリシリーズに初出場したが、11月に足首を骨折したことにより、クラスノポルスキーとのペアを解散した。2013から2014シーズンはシングルのイスラエル代表として試合に出場。2014年6月に、 アメリカ人のダニエル・ラードとペアを結成。コーチをリンドン・ジョンストンとジム・ピーターソンに変更した。しかし、ラードとのペアはすぐに解消した。その後、練習拠点をドイツのオーベルストドルフに移した。2015年9月10日、引退を発表した。詳細詳細。ありがとうございます。